こんにちは、ニッケです。今回作るのはこちら。2023年1月28日に発売された可変戦闘機の YF-19 です。マクロス40周年に合わせ、パーツ差し替えによる変形機構を取り入れた新たなバンダイのマクロスプラモデルシリーズ第1弾として、 OMEA 作品マクロスプラスの主人公機が HG シリーズにて100分の1スケールでキット化されました。それでは内容を確認していきます。パーツ数が165個と HG シリーズの中ではそれなりにある方ですが、3段変形する可変機と考えるとかなり少なく抑えられてるように思います。付属のシールを見た感じ、色分けはだいぶ不足してそうです。あとこのシール、ネーマーシールというもので調べてみると、平滑性の質感で隠蔽性に優れている特徴があり、耐久性も強いため、機械製品なんかに貼られていることが多いみたいです。物珍しさを狙ってるってのもあると思うけど、バンダイは、あまりプラモじゃ使われていなかったものを採用するのに意欲的ですね。組み立ての工程に移ります。まずは、パチパチっとパーツを切り出して、ゲート跡と引けが目立つ部分の処理だけしておきます。ざっくり表面処理を終えたら、各形態ごとに構造の解説を交えつつ仮組みをしていきます。まずは戦闘機形態のファイターから。今組み立てているのは吸気口からバーニアにかけてのエンジン部分です。多モードでは脚部にもなる共通パーツなため、変形に対応する可変ギミックが随所に見られます。大体の上部分が回転し、中に入っているフレームパーツが内部の溝に沿って引き出せます。膝も硬い側から上下にスライドします。硬いは黒いパーツに外装を取り付けていく構造になっていて、少ないパーツ構成で細かな部分の色分けが再現されてます。尾翼はスイング、足は閉じてバーニアに、主翼は挟み込みの構造で開閉するギミックになっていて、付け根の接続部分が2段階で回転します。お次は全ての形態で基部になる箇所の組み立てです。YF-19 はバンダイの新しいプラモでは珍しく、ポリキャップが使われてます。バトロイドモード時には開脚できるように付け根が展開稼働します。機種はかなり少ないパーツ構成でガンガン挟み込む作りになってます。簡素ではありますが、コックピットが再現されていて、パイロットもついてます。キャノピーパーツには偏光粒子が入っていて、光の当たり方で色合いが変化します。変更成形にしたのは内部のチープさを紛らわすためなんだろうけど、キャノピーが濁ったようにしか見えない。めっちゃ微妙。胴体部分はファイター専用でシール保管多めの割り切った作りになってます。上から4箇所の接続部に差し込んで取り付けます。今取り付けたガンポットの組み立ては省略しました。差し替えでランディングギアの展開ができます。これでファイターモードの仮組みは完了です。次は中間形態のガウォークを組んでいきます。胴体部分はバトロイド形態の胸部にもなる共通パーツで首が稼働します。なんかミルクレープみたいな構造しちょります。肩アーマーは外側のパーツは挟み込みで、黒のパーツは差し込み、赤いパーツは一旦広げて取り付ける作りになってます。これはなんともバラしにくそうな構造ですね。根元がスイングとロール稼働するのに加え、胴との接続はボールジョイントなので、肩アーマーはかなり動かせそうです。腕部はオーソドックスな作りで、肩は L 字のジョイント、上腕で前腕を挟み込む構造になってます。前腕は大体と同様の構造で、黒いパーツに外装を取り付けます。ハンドパーツは今取り付けた右側の銃の持ち手に加え、左右の握り手と平手が付属します。頭部は最近のバンダイプラモによく見られるような作りで、少ないパーツながら色分けがかなり再現されてます。ちなみに頭頂部のとんがりはアンテナも兼ねた対空レーザー砲塔です。頭をくるっと回して首を倒しておきます。シールドはワンパーツです。ガンポットも持たせたら、底面をガウォーク専用のパーツで閉じます。ファイターの胴体を外して、大腿と膝を引き出します。先ほど組み立てたパーツを胴体が張った箇所に取り付ければ、ガウォークの組み立ての完了です。お次は人型形態のバトロイドです。バトロイド用の腹部と胸部パーツを組み立てます。簡素だった多形態の専用パーツと違い、バトロイド用のものだけは複数のパーツを組み合わせる作りになっています。そのため、多形態よりも色の再現度が高く、造形もいいです。これで全てのパーツが組み上がりました。
最後にマウォークから組み替えてバトロイドにしていきます。胴体を取り外してから主翼を畳み、伸ばしてた足を戻します。先ほど組み立てたパーツを機種と差し替えます。あとはガウォークと共有するパーツの頭を起こして上からかぶせればバトロイドの組み立ての完了です。全形態の仮組みが終わりました。各形態への変形がかなりしやすかったです。それでは個別に見ていきましょう。まずは戦闘機形態のファイターから。色がかなり不足しているのでシールを貼るか塗装しないとちときついですね。簡略化されている部分が多いためチープに見える箇所なんかもありますが、シルエットはかっこいいです。次に中間形態のガウォークを見ていきます。3段変形するにあたってこの形態がシワ寄せを受けたのか、悪くはないけど良くもないといった造形です。可変キットと考えれば仕方ないとは思うけど、個人的に一番好きな形態だから残念無念です。次は人型形態のバトロイドです。この形態は文句なしにかっこいいです。ずっしりとした下半身がたまりません。このプラモはバトロイドを主軸に開発したんだろうなというのが伺えます。ピンポイントバリアパンチ用のエフェクトパーツもしっかり付属しています。差し替えとはいえ、可変フィットとしては各形態のバランスがかなり取れていて、満足度は総じて高いです。ただ、組みやすさを優先するあまり、無理にパーツ数を抑えたのか、不自然なパーツ割りになっている箇所がいくつも見受けられます。そのため、バンダイの新作プラモとしては珍しく目立つ合わせ目がいっぱい出ます。大盛りです。消しにくい凶悪なのがちらほらありますね。なんとも塗装花かせのキットです。ついでに肉抜き箇所も確認。ガウォーク専用パーツの肉抜きがえぐい、えぐすぎる。ガウォークの扱いを嘆いたところで工作の工程に移ります。主に合わせ目を消すための加工をしていきます。まずは機種の後はめから、赤いパーツのダボを切り飛ばし左右に分割しておきます。次に黒いパーツの先端を切り離します。小さな黒いところは塗り分ける方が楽なので中に入れて接着します。後ろのパーツも接着します。この部分の合わせ目は溝が深いのと隙間が少し空いてるのでカラーパテで埋めておきます。ここは角が取れてるのでカラーパテを持って成形します。赤いパーツはこのように外から取り付けます。このままだと保持力がなく固定されないので塗装後に中を接着します。黒いパーツの後はめはこんな感じです。次は頭部です。赤いパーツをワイプの画像のように露出する部分を切り離して後はめ化しました。切断した時に厚みが目減りしたので内側にプラ板を貼って補ってます。グレーの突起を切り離し真鍮線を通して後はめ化しました。アンテナは軸を切り飛ばし穴を開け、後から軸を通して固定できるようにしました。軸はランナーの細い部分をカットして使ってます。後頭部の合わせ目消すだけなのにえらい手間。アンテナ以外はマスキングで塗り分けるようにした方が効率良かったかも。次は腕部です。肩アーマーのこのパーツを上下に切り離し、上の方はダボを取り除いて少し削り、外からはめ込めるようにしました。下側は穴を開け真鍮線を通して仮止めできるようにしました。ここは塗装後接着するつもりです。このパーツはダボを少し短くカットし、受け側を C 字状にすることで後はめできるようにしました。肩アーマーはこんな感じに加工して合わせ目を消しました。次に上腕のこのパーツをモールド部分で切断します。切断した時に目減りした厚みをプラ板を貼り付けて補修し、閉じて接着します。接着剤が乾いたら3ミリのピンバイスを使ってプラ板を貫通する位置まで穴を開けます。先ほど開けた穴の深さに合わせて肩の接続軸を延長します。軸の返しを取り除き後はめ化します。前腕とのつなぎは返しを除去するだけでも後はめできるようになりますが、軸を延長して接地面を増やすことで保持力を強くしてます。前腕との接続はこのように切り離した部分で固定する C 型ジョイント化です。次は脚部です。硬い側面の合わせ目は
分割箇所を変えることで目立たなくしようと思います。内側のナボを少し残して切り飛ばし、位置がずれないように組んだ状態で合わせ目をカラーパテで埋めます。裏側は接着剤を流し込んでおきます。後ろに出る合わせ目を消していきます。まずは内側の浮きを C 字状にしたりと後はめするときに干渉する部分を削ります。この部分を分割したら閉じて接着します。先ほどの箇所は切り離さなくても後はめできるんですが、分割しておかないと脱着がめちゃめちゃ困難になります。このままだと尾翼の接続部分が干渉するので切り離します。切り離すと都合の良い穴が出てくるので、プラ棒で軸を作り外装の上から取り付けれるようにしました。下体の加工は以上です。この外装は少し広げてかぶせるように取り付けます。この外装は接着面に負荷がかからないように慎重に取り付けます。下体の合わせ目はこんな感じに処理してみました。この後はめ加工は大変じゃないけど、外装の脱着がかなりしにくくなります。大体のこの部分を削ってフレームパーツを後はめできるようにしました。膝パーツはアンテナと同じ方法で後はめ化しました。穴の直径は3ミリにしてます。軸の側面はエッチングパーツを塗装後に貼り付けてデティールを追加します。大体の合わせ目はこのように処理しました。主翼は磁石を仕込んで後はめ化しました。ここの合わせ目は位置的に目立たない部分なので無視してよかったかも。後はめの加工は以上です。その他の工作はダイジェストで、足裏とフレームの肉抜きはプラ材とカラーパテを使って埋めておきました。ガウォークのえげつない肉抜きはパトロイドのパーツを参考にプラ板とカラーパテでこのように埋めてみました。フロントランディングギアのサポートを削り、一部真鍮線に置き換えました。以上です。塗装の工程に移ります。今回、エアブラシの塗装はサクサク進めます。外装は、マホガニーソフで下地を作り、中間色をベタ塗りし、明るい色で軽く立ち上げました。シールで保管されているような箇所は、マスキングして塗り分けておきました。外装以外はほぼベタ塗りなので、バッサリ省略です。情報量を上げるため、配調に変化を持たせ、微妙に配色を変えてます。あとマスキングして塗り分けたのはこれらのパーツです。次にパイロットや顔の中などの細かい部分を水性塗料のパレットを使って筆塗りしていきます。パイロットのイサムは奥まった部分の下地が残るように明るい色を乗せて陰影をつけます。こうしておくと形がはっきりするので塗り分けがしやすくなり、上塗りが透けることで残した下地が焦げになります。一応軽くハイライトも入れて塗装しております。コックピットパーツのイサムの下半身と座席も同じように塗装してドッキング、簡単に立体感を出せる方法でざっと塗装してみました。ちょいと粗いけどこの程度で十分。雰囲気塗りです。顔の中も塗っていきます。ここも立体感を強調するように塗りました。これで全ての基本塗装は完了です。次は希釈したエナメル塗料を使って墨入れをしていきます。墨入れの塗料は影が自然に見えるようにパーツの色に合わせて使い分けてます。はみ出した塗料を拭き取ったら配色の確認がてら組み直していきます。頭部の赤いパーツは塗装で固定するのに使った両面テープを利用します。形に合わせてカットし、このように接着してみました。後はめした機種の赤いパーツはここから瞬着を塗布して固定します。瞬着が乾いたら他のパーツも組み込んで組み直しの完了です。次はデカール針です。特徴的な部分のみ同日発売された YF19 用のを使います。デカールを乗せて水気を抜いたら軟化剤を塗布してモールドに沿うように圧着しておきます。動画では省略しますが、パーツをまたいだデカールはナイフを入れて分割してます。丸1日乾燥を挟み、デカールの保護と次の工程の下準備として半光沢クリアでコートしておきました。 F19 用の小さなデカールは
文字が潰れたように見えるので、細かな部分は別の市販でカールを貼ってます。次は汚し塗装です。まずはパレホのモデルウォッシュを使ってウォッシングをし、全体にほんのり汚しを入れていきます。バッシャバッシャに塗りたくり、水を染み込ませた綿棒でほとんど拭き取ります。重力を意識して上から下に向かって拭き取ってます。この上から色を変えて塗膜が劣化して変色したような色味を追加します。次に外装より明るい色のエナメル塗料を重ね塗り、配色表現を入れていきます。奥まった箇所やパネルラインを避けて少しムラが出るように塗り重ねました。ここまで入れた汚しの保護と、この後入れる塗料が定着しやすいようにツヤ消しクリアでコートしておきます。次は茶系統のエナメル塗料を使ってサビ汚れを追加していきます。サビやすそうな奥まった部分やパネルラインに沿って塗料を乗せていきます。エナメル塗料の薄め液を筆に取り、溶解をぼかしてサビが浮いたような表面をつけていきます。単調にならないように濃緑に青など違う系統の色を少しだけ刺して変化なんかもつけてます。不要な部分は薄め液を染み込ませた綿棒で拭き取っておきます。このようになりました。全体にも同じように汚しを入れておきます。次はバーニア部分には焼き付いたような表面を入れます。焼き付けさせたい部分にパレホのメタルカラーをドライブラシ気味に塗っておきます。水を染み込ませた綿棒で不要な部分を拭き取ったり、境界をぼかして調整したらパレホのオレンジっぽい色のモデルウォッシュを使ってフィルタリングをかけます。金属の質感をつけた部分は明るい上に光を反射するので、フィルタの色がはっきり乗ります。別の色も重ねて色に変化をつけるとこんな感じになりました。水で希釈した塗料を使って調整します。足にもなるパーツなので、上の方のフィルタのかかり具合を抑えておきます。焼き付けの表面はこんな感じにしてみました。クリアを拭いて塗膜の保護とツヤを整えます。少しだけツヤが欲しかったので、半ツヤにツヤ消しを1割ほど足したクリア塗料でコートしました。クリアパーツはマスキングして光沢です。最後に塗膜が剥がれた表現やはっきりとしたサビを洋書に書き込んでおきます。ツヤを統一した後に書き加えることで、画質部は塗料の質感を直に反映させ、質感に変化を出してみました。完成です。HG100/1YF19 を汚しを入れてセミグロス仕上げで作りました。塗り分けがちょっと大変でしたが、円形の差し替え機構が優秀でかなり面白いキットだと思います。第2弾ではデュランダルを彷彿させるシルエットが発表されており、今後の展開が楽しみなシリーズです。ご視聴ありがとうございました。